こんにちは、ニコアミです。今日は、マッシュルーム模様のバッグの、編集後期と、あとコメントで教えてもらったあのメランジ、ダイソーさんのメランジの、あの新色のお話、感想などを、お伝えしようかなと思います。インスタグラムね、フォローしてくださっている方は、こちらのバッグの方が馴染みがあるというか、結構だいぶ前に、どれくらい前かなに投稿したんですけど、これはね、往復編みで編んでて、こっちは輪編みでずっと表だけ見て編んでるんですけど、こっちは表編んだら裏返して、裏からわーって編んで、でまた表に返してわーって編んでっていう感じでやってるので、長編みの後ろ姿が見えるんですね。でそれがすごく個人的にめっちゃ気に入ってて、このつるんとした感じもすごい好きなんですけど、あのコットンラフィアで編むときはこの裏側もなんか魅力的なので、あ、これこういう風に編んどいてよかったと思いました。で、そうですね。でこれはちょっと長編みのところをところどころ玉編みにしてて、なんか遠くから見たらちょっとだけ不揃い感というか、なんか交互に玉編み編んでるんですよね。よく見るとなんか、あ、違うんだって感じですね。これは、なんだろう、0.7 玉ぐらい使ったかな。やっぱね、持ち手のところがね、やっぱこの、ね、手にイガイガするので、イガイガ、うん、チクチク、うん。なので、これはセリアさんのアクリル毛糸。あのデニム調のアクリル毛糸があるんですけど、それを細編みでくるみました。で8の倍数で編んでて、こっちは底をね8段にして編みました。ほぼ同じ編み方です。ここがちょっと長いとか、そこの目数がちょっと違うとか、そういう感じですね。でマスクのキットが出始めた頃に、このアトリエケーズ K さん、岡本恵子先生がプロデュースしてる、糸なんですけれども、このセサミという、糸の、マスクのキットが出てて、それがガーター編みのキットなんですけど、え、めっちゃおしゃれーと思って、で、ちょっとね、ふっくらした感じが写真からも伝わってきて、わ、どんな糸なんだろうって思って、購入してみたらめっちゃ素敵な感じだったんですよね。この中に綿が入ってて、でこのメリヤス編みで包まれてるっていう、でめっちゃ編みやすいし、軽いし、わあこれバッグにめっちゃいいやんと思って、ユニオンウールさんでそうですね、すごい大人買い しちゃいました。なのでまたね、このセサミを使った、トートバッグとか、あとエコバッグとかが登場する予定です。毛糸、このセサミをどうやって入手するかっていう、皆さんが入手しやすい、ね、糸をなるべく使ってるつもりなんですけど、近所の手芸屋さんに売ってなくて、なのでネットで買うっていう感じになるかな。もうこのセサミだけが欲しい方は岡本恵子先生の公式通販サイトがあるので、そこで全色色も見れるし、そこで買うこともできます。ユニオンウールさんだとメールで注文したんですけれども、入荷に何日かかかりますということでしたので、まあ量が多かったからかもしれないんですけれども、ちょっと時間にね、余裕を持って、注文するといいかなと思いました。なんかほんと全色欲しいぐらいなんですけど。とりあえずはベーシックな、黒、ベージュで、この白。モカか、これはモカですね。で黒で、アイボリーホワイトっていうんですかね、を購入しました。60g で60メートルなんですね。
で、8号針。で、棒針だと12から15ですね。これで、そうですね、棒針編みで縄編みとかね、のバッグとかも可愛いなーっていうふうに思いました。で、一応手洗いもできます。で、お値段を見たら、一玉そんな、っていうかもしれないですけれども、こういうクッションヤーンで100均とかで買うと、何個も買わなきゃいけなかったりとか、そうするとその継ぐ分が、その分短くなっちゃうから、編める部分がさらに短くなってっていうことを考えると、すごく60メートルあって、そのお値段だったら、すごく良質な糸が手に入りやすい価格で、販売されてるんだなっていうふうに私は感じました。ね、高い、安いってね、何と比べるかって、人によって感じ方が全然違うと思うんですけれども。で、最近お気に入りのメタルタグですね。これ差し込むだけでいいので、すごい楽なんですよね。で、こちらの持ち手のカバーは、ケイトピエロさんで購入しました。これも1個あると便利ですよね。なんかキャンドゥさんに似たようなのがあるらしいんですけれども、ちょっと見つけられなかったのと、あとこれ本革なので、長く使えるかなと思ってね、こちらにしてみました。本当、もう慣れてる方だったら、1日で編めると思います。もう長編みでささっと編むだけだし、ここ別に難しいことやってないので、今、唯一の後悔のは、すごくね、結構こう伸びやすい糸なんですね。柔らかい糸でもあるので、次回からのバッグは、ここの部分を引き抜き編みにするっていうことをね、しようかなと思います。ちょっと今回は糸が足りるかな？なんか両方はできない感じかな。もし、ある方は補強するためにここの部分を引き抜き編みにすると伸びにくくなっていいかなと思います。そう、これ気になってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、マイクです。で、マイクを今まではカメラの上につけてたんですけど、なんかこっちの方がこう臨場感伝えられるのかなとか、なんかちょっと試しにやってます。で、なんかちょっと聞こえにくいようだったらまた元に戻すっていう感じで、ちょっと試しにやってます。なんかその自分の喋る声だけじゃなくて、この糸の絹ずれの音っていうのかな、そういうのもなんか拾ってほしいなと思って、なんかいろいろなんか試したりしてるんですけど、ダイソーさんのメランジ、新しいの出たよっていうのをコメントで教えていただきまして、どうもありがとうございます。新色7色あるので紹介しよう。なんか、お盆前にね、秋物が出るって、今まであんまり体験したことなかったので、秋物がお盆前に出るっていうのがね、だからすごくちょっと今びっくりしてて、YouTuber さん向けに、ね、YouTuber って、ちょっと一歩先のことを考えてるじゃないですか、季節的にね、次秋物やな、みたいな感じで、だからすごい助かります。で、これ去年出てたやつですね。ちょっと比較のために一玉出してみました。じゃん！これはメランジのピンク、スモーキーパープルです。これ去年もあったかな？なんか色似てると思います。去年のやつと一緒に編んでも分かっちゃうかな？で、店員さんにお問い合わせされるときは、このバーコードを見せると、店員さんの、負担が減っていいそうです。それもコメントで教えていただきまして、
ダイソーにアルバイトされてる方なのかな、あの教えていただきましてありがとうございます。このよりの甘い感じのがこう3本ですね。去年何本だ、去年も3本だから同じか、うんですね。なんか流行りの色っていう感じでがします。そして次が、これがライトベージュですね。これも去年のやつと色すごく似てるけど、ちょっと黄色みが強くなってるのかな、どうなんだろう。そして次、これはグレイッシュブラウンですね。この色すごい素敵、この色いいわ。すごく撮影的にはこういうね明るい色の方が目が分かりやすいんですけど、あのサムネ的にはこっちの色の方がね、なんかすごい素敵なグレイッシュブラウンです。このなんかちょっと白っぽいところと色が濃いところがあって、単一の色じゃないところがねすんごくおしゃれですね。こちらがブラックデニム、あそうなんだ、これデニムを表してるのか。こうね、チャコールグレーっていう感じかな、真っ黒じゃないですね、ところどころに白があって、なんかこれもすごくおしゃれな感じです。そして次が、あ次これはデニムですね、ネイビー。去年の方が白い部分が多い感じかな。一緒に編んだらわかる？わかんない境目どうかな。カーキはね、ところどころにこの黄色い黄土色の色が混ざってて、これもすごいおしゃれな感じです。触り心地はそんなに変わらないね、みんな同じ感じ。でもなんかカーキがすごい柔らかく感じる、気のせいかな。で、私が一番びっくりした色っていうのが、じゃらん、これがホワイト。なんかグレー寄りのホワイトですね。私一瞬なんかすごいグレーかと思っちゃいました。なんかグレーホワイトっていう感じですね。真っ白じゃないです。この白がアクリルケイトのダイソーさんの白なんですけど、それと比べるとだいぶグレーです。でも一応ホワイトってなってます。なんかこう無印っぽいグレーな感じ、そんな感じがしました。これとこれ合わせてなんかいけそうな気がする。これとこれとかネイビーは単体の方がいいのかな。なんかこういう組み合わせ考えるのも楽しいですね。あ、ホワイトとこのグレーイッシュブラウンもいい感じですね。合いますね。あ、そっか、これグレー寄りなのは何でも合いやすいようにあえてそういう感じにしてんのかな。これとこれは合うような合わないような、なんか微妙な感じですけど、全体的に他のものと合わせやすい感じがしました。そうなんだっていう、なんか驚きですね。7色出ました。もう袋で注文しちゃおうかな。でも7色あるとどれで何編もうかっていう
今日決断がまだついてなくてでそう迷ってるうちに人気食がなくなっていくっていう感じだから、本当は早め早めにね考えとかなきゃいけないんだけど、早め早めに考えれない、うん、でも私の中で一押しこれかな、これとこれかな、グレイッシュブラウンとホワイトとか言いつつ、なんか他の色で動画出してたりするんですよね。私茶色いコートなので、茶色いコートだったら何でもいいか、ここら辺が茶色いコートに合う感じなのかな。これでスヌードとかみたいですね、うん、夫はこういうベージュとかブラウンが好きなのでこれですね。以上、こちらマッシュルームバッグと、それからビューワーさんに教えてもらったメランジの新色の紹介でした。新商品他にも教えてもらったんですけれども、まだお店に置いてなかったので、まとめてね、出揃ったら紹介したいなと思っています。いつも見てくれてありがとうございます。ではまた。で、メランジカーキになります。こちらネイビーになります。ブラックデニムになります。グレイッシュブラウンです。こちら、ライトベージュになります。ライトはこちらになります。